演舞開演。どうも、本日はこちら肺元気冷ピオーと冷シバですね。冷シバというものを飲んでみたいと思います。飲んでみたい、いや食べてみたいかな。以前に紹介したスピルリナの仲間のようですね。てかスピルリナに仲間がいたんだ、初めてですね。ということは同じようなやり方でいいのかな。確かあれは食べる粉末って書いてあったから、今回もちょっと見えにくいですけど、中身は粉末ですね、やっぱり。難しいな。では、もう食べてみたいと思います。これでも飲んでるんじゃないですよ、食べてるんですよ。粉末にしてはシャクシャクとした食感があって、比較的食べやすい方だとは思います。ただ味は結構苦味が強烈ですね。玄米の味です。体にはそうですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。